仙台市は音楽ホールの建設地を青葉山エリアに決定し、市議会2月定例会に議案を提出する方針です。関係者によりますと、仙台市の音楽ホール構想で示していた9カ所の候補地のうち、地下鉄東西線の国際センター駅北側にある仙台青葉山交流広場を建設候補地に絞りました。来月開会する市議会2月定例会に議案を提出する方針で、郡市長が近く正式に発表するということです。仙台市は来年度には基本構想の策定に着手したい考えです。音楽ホールの建設をめぐり、仙台経済同友会は市中心部の空洞化を防ぐとともに経済効果が期待できるとして、定禅寺通り周辺への建設を求めていました。